皆さんこんにちは。中央内科の山内です。よろしくお願いします。今紹介ありました通りで、先ほど話したのは私の釣り合いです。私は相方でここで同じ病院で相補いながらですね、仕事させてもらっています。私もここにいらっしゃる方は基本がんに関わるっていうか患者さんだったりとかいらっしゃると思うんですけども、それぞれの患者さん一人一人にですね、必要な時に必要な薬剤を使って治療に当たっております。で、タウンホールミーティングアット聖路科ってことでですね、聖路科ってお名前から想像する通りで、これキリスト教系の病院です。ロカというかルカですよね。キリスト教を通じていらっしゃる方はお分かりになるかもしれませんが、イエス・キリストには12人の弟子がいました。そのうちの1人がルカと言います。でルカはですね、医者です。でそういう言われがあって、この病院の名前に聖路科病院となっています。アメリカでもそうです。セントルークスホスピタルというのは全米にあちこちにあります。うちは聖路科病院は聖公会系のキリスト教あそこにチャペルがあります。でそれが始まりでって言いますか、もっと詳しい話をすると、100年以上前にその聖公会の宣教ドクターでありますトイスラーという先生がいらっしゃいまして、日本の医療のためにということで始めた病院です。それが脈々と受け継がれまして、今ここ100年以上経ってまだ聖路科病院として存在してますし、私も基本クリスチャンですけれども、ここで仕事させてもらっています。でキリスト教はですね、ちょっと皆さんご存知かもしれないです。キリスト教三位一体という言葉があります。3つですね、父御子御霊っていう、その3つの神格というかが1つの神様という、なんかクリスチャンでもですね、これ理解するの難しい話なんですよ。あんま突っ込まないです。僕は牧師じゃないので、同じように物事をいろんな目で見てみますと、大事なことは3つ覚えればいいと思います。でがん診療においてもそうだと思います。治療における三位一体ということで考えると、この3つの診療科ががんという病気に対応しています。先ほど話した山内秀子は外科ですね。で私は腫瘍内科ということになります。であともう一つは放射線治療科、もしくは放射線、うちの病院だと腫瘍科って言ってますけれども、放射線を使って治療する方法があります。平たく言えば手術するか放射線みたいな照射療法ですね。で私の場合は何がしかの薬物を使って治療するっていう、診療科3つががんという病気に対応して治療に当たってるっていうことになります。でがんという病気は難しいですよね。それを実感体感していらっしゃる方もここにいらっしゃると思います。で最初に診断された時にいろんなことを思っただろうし、考えただろうし、調べたと思います。先ほどの話の通り、インターネットにはいろんな情報が氾濫しています。でちなみに手始めにっていうか、自分ここにコンピューターの中にある電子辞書にはこう書いてあります。3つ4つぐらいの文で定義してるんだけども、生体にできる悪性腫瘍、一言で言えばそうだと思います。続けて言うと、がん腫と肉腫の総称、これはちょっと難しくて一般の方には分かんない言葉かもしれないです。で何らかの原因で臓器などの細胞が無制限に増殖するようになり、周囲の組織を侵し、他へも転移して障害をもたらし、放置すれば生命をも奪うまでに増殖する病気。競技にはがん腫のみを指すキャンサー、クレブス、カルチノームと書いてあります。その2番目の文、3番目の文かな、長くなっているところは、これが基本的な性質といいますか、病気を表している文だと思います。僕らも医学部の時にその病理学ということで学びますけれども、最初に教えてもらうことは基本的にはこのことだと思います。でこの病気に対してですね、腫瘍内科というか腫瘍学というかオンコロジーというものがどういうふうに対応しているか、で腫瘍内科というのが比較的新しい診療科です、日本においては。で僕もインターネットをサーチしてですね、調べると、日本語バージョンはないから、アメリカウィキペディアにはこういうページがあります。オンコロジーという項目があって、いろいろつらつらと書いてあります。日本語に訳すとこういうことになるかな。いろんながんの種類があるんですけれども、その診断に
関わることで、当然ごめんなさい、診断した方の治療ですね。で、治療は先ほど言った通りで、基本的には3つの手法があると思います。で、まあ、最初に診断されて治療した後、その後の経過を追うということもオンコロジストの仕事ですね。で、病気が、運悪くこう再発して進行してということになりますと、だんだん具合悪くなってきますので、その週末期にかけての緩和ケアで、まあ、ここまでは一連の治療、診断から治療の流れなんですが、それ以外に、まあ、倫理的な問題ですとか、治療をどこまでやるのかとか、どういう形でやるのかっていうのが倫理的に関わってくることもあります。で、あと先ほどの話があった通り、スクリーニングといいますか、人間ドックだったり検診だったり、それは今は選択的にリスクの高い人を選んでたとかですね、遺伝子のことだとかも踏まえてってことになります。で、これは今はだから一般的な目で見たときに、ウィキペディアでサーチした説明ですけど、これはアメリカのがんセンターですね、国立がん研究所といいますか、のウェブサイト上で定義されているメディカルオンコロジスト、腫瘍内科医の仕事です。で、書いてあることは、まあ、今言ってたことと重なるんですが、がんを診断して治療する、それに関わる医者で、その中で化学療法ですね、ホルモン治療で、生物学的な製剤、あと分子標的薬を使って治療する医者だということです。ただこの黄色いところに注目していただけると、まあ、そのがん診療の中でもメインだって書いてあります。日本でメインだって感覚はちょっとまだまだ育ってないかもしれないです。で、あとサポーティブケアですね、サポートすること、支持すること、支持って支える、心理的にも精神的に身体的にも、で、いろんな職種の方々ががん診療治療に関わるんですけれども、それのコーディネーターっていう役目もあります。これがまあ米国の国立がんセンターがん研究所における腫瘍内科医の定義です。で、まあ、日本でも、まあ、うちの病院でも、その基本いろんな職種、自分一人ではがんの患者さんには関われないので、まあ、秀子がやったりとか他の人をやってもらいます。で、まあ、どういう人が関わって、そういう多職種といいますかね、チーム医療やってるか、いろいろいます。医師、看護師、薬剤師、看護師の中にもいろんな種類の看護師がいらっしゃいます。で、うちはまあ精神腫瘍科っていって、精神的にもサポートしてくれる精神科医がいます。ただこのサークルに書いた通りで、真ん中には当然患者さん、家族、皆さんの思いですとか願い、痛み、そこがあって始まるサークルだと思います。で、先ほどの言葉の中にもありました、コーディネートという意味では、腫瘍内科は英語ではアドボケートと言います。患者の代弁者というか、気持ちが分かった上でコーディネーションする、核になるべき医療者かなと思っています。で、このチームワークをですね、動かすために、まあ英語ではテーマーボードと言います。日本ではキャンサーボードという言葉で、その何て言うんですかね、症例検討カンファレンスじゃないですけど、広げようとしています。で、そこにはいろんな人たちが顔を出して、いろんなことを議論します。一つは診断が確実なのかどうなのか、確認のために放射線の治療じゃなくて診断医ですね、いろんなレントゲン取ったりだとか CT 取ったりだとか MRI だとか PET だとか、皆さんも取られた方もいらっしゃるかもしれないですが、その所見を見ること、確認すること、あと大事なことは針刺したりとか手術したりとかで得られた組織が確実にがんなのかがんじゃないのか、がんの中でも先ほどの話みたいにタイプがあります、どういうタイプなのか、それの見極め確認ですね。
で、それを踏まえた上での治療の作戦戦略があります。で、関わる人は先ほど話した通りで、あの3つの歯車の3領域が少なくとも関わってきますから、その3者がそこにいてどういうことをするか。で、がんという病気の難しさ複雑さのゆえにですね、まず標準治療という言葉聞いたことがあると思います。標準治療というのは、これまで あのいろんな臨床試験、治験、こう試験的にこの薬を試すという、やっぱり時期といいますか、フェーズというか、あのそれぞれあります。例えばパクリタクセルとか皆さん聞いたことあるかもしれないです。アドリアマイシンとか、そういうお薬もこういう臨床試験というか治験というか、時を経て今ここに保険で使える薬になっています。で、それはもう確立された薬で実績があります。臨床試験的なデータと、あとまあ実臨床における実績という意味で、みんな一応まあ自信を持ってるじゃないですけど、今の時点で有効と思われる、まあ、確証がありますから、これを使いましょうということになります。だけど今後の医療 このためには、良くなるためには、また今の時点での臨床試験というか試験的に使われている薬があります。だ、その選択肢をこの目の前の患者さんに適用できるかどうか、対象者となりうるかという意味で、この臨床試験というのも治療の選択肢の一つになってきます。まあ、臨床試験もしくは治験ですね。で、それはまあ、病院それぞれいろんな仕組みで動いていると思うんですけど、まあ、コーディネーターというか、その試験に通じている人も参加することがあります。で、実際臨床の現場ではですね、まあ、お家から帰ってきて治療を受けたりとか、入院していらっしゃる方もいます。で、社会的な部分のコーディネーションということも考えなきゃいけないので、医師だけじゃない、ソーシャルワーカーですとか、まあ、看護師ですね、そういう人たちも関わって、どういう治療を行っていくか、ケアを行っていくかという意味での会議、ミーティング、テューマーボードもしくはキャンサーボードということが開かれています。直接的に抗がん、がん治療ですねという意味では何をするかというと、まあ、繰り返しになりますけど、基本薬を使って治療に関わるのが腫瘍内科医ということで、ここに書いてある3つの薬剤、まあ、3つ以上あります。免疫に関与するお薬も使ったりしますので、まあ、基本薬を使ってがん治療に関わることになります。で、僕はどういう局面で皆さんにお会いするかというと、大体こういうことになるかな。まあ、一つはですね、がんって最初に診断された時に、まあ、手術するかどうか、体の中にいらないものというか切って捨てたいものが診断されるというか見つかるわけですね。なければない方がいいですから、だから手術するのかしないのか、できるのかできないのかっていうのがあるんですが、その手術に、まあ、軸にして補助的に自分が関わるときがあります。それは手術の前で、手術を受ける前に化学療法するときですね。それ術前の補助化学療法って言いますけれども、それはまあ、いろんな理由があるんですが、基本その腫瘍を取ろうと思っても大きすぎてちょっと取れない、まあ、これ乳がんの場合だとその乳房の大きさを損なうというか、まあ、全摘になるんだけれども温存したいというか温存できる可能性がある場合ですね。で、術前に補助化学療法をする。もう一つは、まあ、手術の後に行う術後の補助化学療法です。先に手術をして、で、化学療法を出すってことですね。で、あとは、まあ、これ乳腺ではやられないですけども、他のがん種によっては放射線と化学療法を同時にやるってことが、手術の代わりにですね、治癒を目指してやられることがあります。で、物事は大きすぎてですね、やっぱり手術ができないっていうことがあって、まあ、放射線との併用はせず化学療法だけするっていうこともあります。で、最後にあるのは、まあ、最初の時点で乳がんなんだけれども乳房以外に、まあ、転移している、
あるいは最初の治療を行ったんだけれども、その後再発してきて転移しているということは、方は基本薬物療法、化学療法が中心になります。で、がんという病気は先ほど国語辞典から お見せした定義のように、進行していくわけですね。で、時間的な軸、病気としてのことを見ると、診断してから右の方向に行くにつれて病気が進行するということになるんですけれども、腫瘍内科医としては、全体に関わるということになりますね。最初から診断からその、病気がどんどん進んでいろんな症状が出る時期で、タイミングによっては目指しているゴールが違います。最初の時点で治癒、通常は手術と併用されている時期ですね。その時は先ほどお見せした手術前後の補助療法を行っている時です。あと、もし再発したりしてきたら、ゴールとしては延命ということになります。で、場合によっては症状が病気によって出てますので、それを緩和する目的で化学療法を行うこともあります。で、言葉が示している通りで、やってることといいますか、薬の治療としてもですね、大きく分けると2つあるんだと思うんです。腫瘍内科っていう言葉は2つの単語というか、腫瘍と内科に分かれるんですが、腫瘍に対する治療と内科的な治療という2つの部分があると思います。で、腫瘍としては先ほどお見せした通りで、最初のですね、注目的的に、基本的には手術との併用ということになると思うんですが、化学療法をやることと、あと、もし転移しているということになると、症状緩和ですとか延命ということが目的になってきます。で、この時は、治癒を目指しているので、いろんなお薬を、複数種類ですね、限られた時間の中に集中的に投与することになります。で、そうするとやっぱり副作用というのは出やすくなります。だから、これ対症療法的に内科的に対応するということになります。で、この時期は今度はあまりいっぱいは投与しないです。一つの薬剤を大事に使って、なるべく長く治療、病気そのものをですね、コントロールするということが目標になってきますので、短剤による治療が中心になります。で、病気として出ている症状に対する対応と、あと、副作用はこの時に比べれば少ないんですけれども、出れば対応するということです。ここにある部分は、アメリカが先ほど流れて紹介されましたけど、ここは内科医がする、普通のですね、一般内科医が実を言うと対応したりもします。特に入院してこられた場合の病院での対応は主要内科医じゃなくて、一般内科の医者が見てたりします。で、がんの治療における支持療法、先ほどサポーティブケアって書いてありましたけども、基本その副作用に対すること、もしくはがんによる症状に対する対策対応ということになります。症状はこれ代表的なというか一部だけです。いろんなことが起こり得ます。病気としてはですね、全身にやっぱり影響を及ぼす病気なの で、それぞれの症状に対して対応療法といいますか、対症療法を内科的に対応するということになります。ただ病気が進んできて、その緩和したりですとか、延命のことを考えるときには、もっと違う視点もそこに求めなきゃいけないですし、患者さんと話さなきゃいけないってことになります。だから診察室で、いろんな患者さんにお会いするんですが、対話してですね、先ほどナラティブベースメディスンじゃないですけども、その方の物語、ストーリーを大事にしながら、そこは治療していくということになります。こういうことを
今ある症状、これから起こるかもしれない症状で、今何をできるのか、すべきなのか、時間の問題ですね。で、何をしたいのか、希望、それを聞きながら治療していくことになります。で、言葉で表すと、羅列するとこういうことになると思うんですが、診断することにおける、まあ、診察問診で必要な検査で、その検査の結果を、解釈してですね、まあ、がんという病気は基本どれぐらい広がってるかというか、乳房にとどまってるのか、そうじゃないのか、それによって対策が変わってきます。で、それに応じて治療法ですね、化学療法も先ほど話した通り、目標目的が違うとどういうふうに治療するか変わってきます。薬の量だったり種類だったり、そういうことをやりながら、治療を始めたからには副作用もありますから、そのことを見ながらそれに対応していくと。で、心のケアといいますか、話しながら対話しながら治療を管理する、うまい具合にその治療を運ぶといいますかね、効果を高めて副作用は少なくする、 QOL クオリティを大事にするケアということになると思います。で、まあ、うちの病院は緩和ケア科がありますので先ほど大西先生、時間軸によって右に行けば行くほど実は平身といいますか、緩和ケア科の導入変身ということも進めるコーディネーターとしてやるということになります。まあ、再度お見せすると、まあ、いっぱいいろんな人が関わってきます。で、この人たちを動員して患者さんのために、家族のために、治療を組み立てるし、治療を実行実施していくということになりますね。で、まあ、まとめるとって言いますか、今お話しした通りで、薬による治療をやりますし、薬だけじゃないその心理的な部分にも関わりますし、まあ、診断からずっと緩和ケアに至るまで のサポートです。それは薬物的な部分、精神的な部分で、緩和ケア科との協力で、それだけじゃない他の職種との連携連帯ですね、チーム医療っていうことをやってるのが腫瘍内科っていうことになります。でですね、最後にですね、クイズじゃないけど、962っていう数字があります。これ何だと思いますか。日本では腫瘍内科医っていうのを認定する制度といいますか、学会ベースで認定医専門医を日本は制定というか認定しています。で、日本には臨床腫瘍学会っていう学会があって、まあ、そこが内科的なものをベースにした薬物療法医、まあ、腫瘍内科医ですねを認定しています。2006年からかな、最初それぐらいですよね、10年経ってないですね。で、今年のこの時点で962名、ここ次僕の後でお話していただける高野先生そうですけども、962名全国でです、今の時点で日本にいる数はそうです。で、アメリカはですね、こんだけいます。もっといるかもしれない、これ去年調べたので。1973年からメルガリオコロジストを日本、アメリカの場合は学会ベースじゃなくて、もっと上の機関というか、そういう専門医制度を扱う別の組織があります。で、その中で認定制定してるんですけども、1973年に始まって今の時点で1万3000人ですね。人口単位を考えても、日本だと5、6000人ぐらいはいなきゃいけないはずなので、だいぶ少ないということになります。そこでお願いです、皆さんロビーングしてください。腫瘍内科医を育てるように、作るように、患者さん側からの訴えというか、
運動も非常に重要だと考えています。よろしくお願いします。ありがとうございます。